伊勢山は神奈川県藤沢市にある山である。相模屋大地の南端の標高49メートルの小山。ここより南側は砂丘地帯となっていて湘南海岸を見晴らすことができる。標高30メートル付近は相模屋歴層、その上はローム層、下は藤沢佐霊号層となっている。伊勢神宮が祀られていたので、伊勢山と呼ぶのだとされる。 1923年9月1日の関東大震災後に地元の在京軍人会により戦没者慰霊碑が山上に集められ、1927年桜が記念植樹された。以後桜の名称として春には花見客で賑わう。藤沢市は1940年10月1日に市政施行したが、当日に大野森江市長代理や市民が、 伊勢山で姿勢の実現を祝った。伊勢山公園は、神奈川県藤沢市藤沢4丁目6297番1、伊勢山の山頂東部にある私立の公園。伊勢山公園が1951年5月20日に、藤沢市第1号の公園として零点八87ヘクタールで、供用開始され、伊勢山緑地が1957年12月28日に、 伊勢山公園と同じ所在地で伊勢山公園を含む4.27ヘクタールの緑地として都市計画が決定された。伊勢山緑地が正式名称で伊勢山公園は通称となっている。1994年にはソメイヨシノの名所として神奈川の花の名所100選に選定された。1873年1月に徴兵令が発布されるまでは戦は 武士のものだったが、管理や、有産者を優遇する免疫規定があり、不公平だったので農民たちは不満に思っていた。1877年に氏族と徴兵された、人々の戦であった、西南戦争が勃発。伊勢山にある、清西人防軍人の石踏みによれば、藤沢市域から1名戦士、他高座軍出身者10名が戦士。 徴兵制の免疫規定は1889年に廃止され、大日本帝国憲法の第20条で兵役の義務を明文化した。日清戦争の戦死者は藤沢地域で7名判明、日露戦争の戦死者は藤沢地域で日清戦争の3倍にあたる20名が判明している。かつては盆章がここに下げられていた。明治末期の神社合衆で、 白旗神社に合志された参能者のあった参能さんに神仏分離令まで参能者の別当であった正言寺の盆昇があったが大正時代に藤沢町立実家高等女学校の設立に伴って参能さんが高知となるため伊勢山に移設された大藤沢復興市街い1930年には藤沢の新珠名称の一つ 伊勢山の番章として選定され、朝夕に時を告げる、地の鐘として使用されたが1943年の金属類回収令により教室されてしまい、手労のみが残る。所在地、神奈川県藤沢市藤沢4丁目6310番。1936年4月に竣工。鉄筋コンクリート造りの池は、長さ24メートル、幅16メートル、深さ4メートル。 溶石1536立方メートル。水位の標高は49メートルから45メートル。神奈川県営水道施設群として土木学会選奨土木遺産に2013年度認定された。ありがとうございます。